どうも、こんばんは、NM です。さあ今回は新しいイベントマダムと解体屋の特急を初見で挑んでいきたいと思います。先ほどね、上級はクリアしてきたんですけど、なんか回数クリア回数バグみたいなのが起こってる感じだったんですよ、ツイッター見てたら。でもまあ僕のは起こってなかったんで、まあ起こる人と起こらない人がいるのではないかなとは、思います。ではね、初見で特急の方やっていきたいと思います。まあ、上級と同じであれば、まあ、全2階層しかも結構回りやすいっていうか、まあ、最初鈴屋だけだし、まあ、アートの方もね、まあ、ぐじゃ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 しててオートでも回せるんじゃないかなとは思うんですけど、特急はどうなのか。できればスキルを貯めていきたいんですけど単体鈴屋って意外にっていうか普通に強いんですよね。あ、よし、食った。やばいなこれ。スキル貯める暇はないか。どうしよっかな、最後倒せるのかな。上級もねずっとオートで回してたけど、行くよ。あっちゃなんとかここでスキルを貯めていつも通り最後のスキルぶっぱで、ワンパンしていけたら、ワンパンツーかワンターンキルしていけたらいいなと思うんですけど、死んじゃうかな。まあ弱点じゃないし、いけるでしょ。あ、当たんなかった。まあひなみだと体力の確保もできるし。あ、やばい、待って、そうだ弱点だったんだ、忘れてた。まあいっか、いけるか。最終フロア全員の殲滅だったっけな。あ、待って、飛ばしちゃった。行こう、確認しましょう。ビッグマダムの討伐か。あー、でも周りも削らないとうざいってやつだな。なるほど、了解。あれ、ちょっとマップの構造、上級とやっぱり変わってますね。しかもこれ店長の範囲攻撃がどこも当たんない感じか。とりあえずひなみ使って、ひなみ、おひなさま、ひなみね、覚醒させてないんですよね。それが本当に痛い。どうしよう、周り削るか、マダム行くか、周り削るかだな。かわいい。シンボイスかな。おっと、とりあえず一人処理。いや、重蔵めんどくせえこれ。あー、店長に死なれたら困るんだけど。ちょっと待って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 、いやー、マジめんどくせえなこれ。どうしようか、重蔵ダメージ受けないからな。とりあえず周りから削っていって、最後スキルでマダム一発で倒せないかな。あーはは、店長マジやめて。よし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 、これでさ
銃声受けないんでしょ。これでさ倒せないかな。2発で、あ2発、もう1人のひなみ届かないか。さすがにスキル硬い、まあ、言うて弱点ついてないからあれだけど、あ届かねえな。周り削るか、それともマダム行くか。これこっちに反射してうまく壁役に行けるかな。OKOKOK。 まあって感じだな。いけるいける。ただ店長残ってほしい。何来る。ああ範囲攻撃、マジっすか。言うてそこまで痛くない。まあひなみだからHP 補正かかってそう見えるだけかもしれない。いや銃像の範囲攻撃の普通に痛い、ね、よしよしよし。まだこれは届かないよね、さすがに。 OKOK。 まあ倒したでしょう。倒したっつうか普通にクリアしたでしょう。さあどうしようかな。これで壁役いけるか。ああいけなかった。チックショまあお前はずっとひなみをかませ犬として活用してるけど、ね、さっきからこれで、まあ、一応雑魚敵も入れといて終わりかな。はいズドン。あ残ってる、まあ、こんな感じで。ごぼうかな。まあやっぱり今回もひなみ安定ですね。まあでもそうだな、リゼでもいけそうな感じだな今回この2フロア構成だと。私生きていいのかな。全然。おランク上がった。マダムがドロップしたな。というわけでね、今回はマダムと解体屋の特急をまたまたひなみサンドでとりあえず初見攻略いたしました。またねリゼで上げるかもしれないです。まあもしかしたら他のにするかもしれないんですけど、というわけでね、お疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。